損損、樽、とは、円筒形の容器であり、ヨーロッパで伝統的な樽、洋損、洋樽は、木の板、樽板とそれを縛る鉄の輪などのタガで作られており、銅の側面は、中央部が膨らんだ、円筒形である。日本で一般的なものは、鎌倉時代末から、室町時代初期頃に出現したユイダ樽で、タガは蓄材を螺旋にもじったもの。また、 形状は、洋村と異なりまっすぐで、膨らまない円筒型となる。樽を作る職人は日本では口述のように、欠損が、桶の形譜を組むことから、桶や、英語圏ではと呼ばれる。側壁を構成する板材を、タガで結束することで強度を保つ、構造物である、アーチの石積みが、重力によって結束されているのと同じ原理による。つぼまっている方に向かって、 そこ板をはめ込むことにより、荷重はタガによって指示され、液体を入れるとそれを吸った板が膨張することにより、密閉される。釘や接着剤等を使用せず、木材由来の成分を除いて、内容物に不純物が溶出することもないため、水や飲料の容器として重宝されてきた。現代でも、アルミニウム、オタル、ケグ、ケグともいうおよびプラスチック、FRP など、 合成樹脂で一体成形した容器のことを、慣習的に足ると呼ぶことが多い。蒸気のように、要素はしばしば中間で膨れており、突面の形を持っている。このような一定の膨れを作ることで、横にすると摩擦面が小さくなるため比較的容易に方向を変えつつ転がすことができるようになり、容器がより球状に近くなるため材料の中で、応力を均等に分散することを助ける。 ビールのために使用される樽は、通気口や蛇口の台座などの開口部を備えている。古代のギリシャやローマのような地中海世界では、油やワインのような液体は、例えばアンフォーラのような陶製の容器に入れ、木船と松屋にレ封をして運んだ。三世紀に、ローマ人は、ガリア人との交易や戦争での接触の結果、損を使い始めた。ガリア人は、 ローマ人と交渉を始める以前から数世紀にわたって、孫を作っていた。2000年近くの間、孫は、その高価な値段を支払える者にとっては、船での輸送や貯蔵容器として、最も便利な存在だった。船の積載量の単位としても用いられ、トンの語源は、空の樽を叩いた時の音に由来する。また、孫は、液体の貯蔵容器としてのみではなく、 釘から金貨まであらゆるバラニーを入れるために樽を用いた。こうしたバラニーの容器として袋焼木箱はより安価だったが同じ重さの樽ほどには頑丈でなかったし取り回しに不便だった。しかし二十世紀にパレットを用いた物流とコンテナ化が導入されるにつれ孫はゆっくりと主役の座を失った。二十世紀後半に米国では 原子力廃棄物を収納するために大きな構成キャスクが使われ始めた。乾式キャスク貯蔵と呼ばれる、このシステムは非常に議論のあるところとなったが、ユッカマウンテン貯蔵施設のようなサイトが開設されるまで他に代わりになる選択肢がほとんどない、中では最も現実的と考えられた。日本では古代からタガのない主として木製の樽が作られていた。 もともとは、食卓や縁石に備え、酒を注ぐための容器で、漆塗りが多く、小型のものであった。この村の系譜を組むのが、差し物職人の作る差しだるや、欠孫の技法を取り入れて作られたうさぎだる、柳だるである。洋孫と同じように、液体やバラにの貯蔵、運送に使われる欠孫が登場したのは、鎌倉時代末から、室町時代初期にかけての時代。 つまり14世紀頃であった。長方形の杉材を、蓄材の鷹で円形に言って作った桶、つまり、湯桶の系譜を組み、この上面に鏡蓋を設けて、密閉容器としたものである。これによって孫は一気に大型化し、酒、醤油、酢、味噌、湯、漆、柿渋といった液体、さらには、砂糖、乾物といったバラにの貯蔵、または、 海上運送の容器として対等することとなった。味噌や清酒などの大規模な貯蔵熟成も、損の出現に追うところが大きい。特に清酒の熟成は、損の杉材からの木工が重視されるようになり、損が不可欠とされる。杉材の中でも、吉野杉は、香りが良く、節が少ないため、酒樽の適材として、最上とされた。他には、 ヒノキなどが樽の材料として用いられた。孫はワイン、特にブランデー、シェリーワイン、ポートワインやウイスキーを発酵させ熟成させる目的で液体を貯蔵するために用いられる。一部のワインは鉄やコンクリート製のような中性の貯蔵と対比して孫の中で発酵されることを強調する。ヨーロピアンオーク、欧州、ホワイトオーク、北米が中心。 日本のサントリーなどでは、水ならも併用する。これら素材が入手できない国では、欧州や北米から中古の樽を輸入して再利用する。ウイスキーの熟成用の樽は、工実するバーレル、ホックスヘッド、パンチョンなどが用いられる。色調や風合いの改善を狙い中古のシェリーソンを使うことがあるが、シェリー種の樽の大きさは、大体パンチョンと同じ要領である。 シンソンは内面を焼いてから利用する。軽く焼くと、損素材由来のリフニンの影響で甘く、深く焼くと炭化した炭の影響で深い香りが出るなど、焼き加減はメーカーの製品の特徴にも反映す。シンソンは熟成が進みやすく、損の成分が溶出しやすいため、早い段階で樽出しを行い2から3回利用した樽やシェリー損に詰め替えて、熟成を進めることが多い。 スコットランドの一部の蒸留所では、自社のウイスキーの蒸留に使用するために、他国のワインメーカーに樽を預け、その損でワイン等を熟成させた後に樽を受け入れている。2から3回使われた樽は、損の香りが穏やかになるため重宝されるが、4から5回程度となると溶質成分が少なくなるため、クレーンウイスキーの貯蔵や保存などに利用されるか、廃棄される。サントリーでは、 不要になった樽を家具や園芸用のプランターなどに加工して販売している。ドラフトビールは様々なサイズの樽に詰められるのが一般的だが厳密にはかっきり36ガロン入る樽だけが本物のビアソンである。ケグ、またはカスク、キャスクという用語はどんなサイズの容器をも刺すが、ケグは外部のガスボンベを使ってビールをサーブするために メッキンビールを入れるのに使うものを言う。本物のエールとそれに似たビールは、カスクと呼ばれる容器の中で、発酵工程の一部を行う。カスクにはいくつかのサイズがあるが、カスクと呼ばずに、ファーキン、または、キルと呼ぶのが普通である。一単ンツン。他の単位と同様、米国とアインガロンでは1824年以前の定義である、1707年以来の液量ガロンに、 ついては231立方インチ。個体については、穀物ガロン268.8立方インチを使い続けた。一方、英国では、帝国ガロンに置き換えられた。ティアスは、後に石油バーレルになった。タンは、もともとは256ガロンだった。クォーター、すなわち8ブッシェル、または64ワインガロンはこれに由来している。1ホグズヘッド原油や、 その他石油製品の標準的なバレル、BBL と略すは42メートルガロン、35帝国ガロン、または158.97リットルに等しい。この量は初期のペンシルベニア油田に由来している。古い英国のワインの谷、ティアスに基づき、英国と米国の商人が同じ単位を指すことができるように定めたものである。以前は、 別なサイズのウイスキーソンが最も共通のサイズだったこともある。これは40メートルガロン151.40リットルの樽で5メートルブッシルに等しい体積である。しかし1866年に油のバレルは42メートルガロンに標準化された。オイルタンカー船が登場してからは石油が樽で運ばれなくなるまでに長くはなかったが42メートルガロンの サイズは、軽量、価格、課税や、規制の単位として使われ続けている。1バレルにつき19ガロン半のガソリンが取れる。英語圏のオーバー、A バレル、他人に、意のままにされるの意。次儀は、損に乗せられるという表現は、普通に手に入る木の樽が、指摘、または法的な背中への鞭打ち系で使う、鞭打ち台やソタ体罰に用いる器具の安価で便利な。 代用品として使われたことを想起させる。日本の樽は、月村、今しめ村という種類で木の板とそれを縛る竹の輪でできている。13世紀頃の日宋貿易で中国から輸入され、後に国産化されたと推測されている。日本酒や醤油、味噌などの醸造、販売容器として使用された。蓋がないまたは、容易に開けられるものは、桶とも呼ばれ。 江戸時代には、風呂の湯桃、寒桶など、各種の日用品として職人により製造、販売されていた。また、漢文、遠方、1661年から1681年、五郎には、主演や花見などの座教に際して、ガラソンに傘や羽織をつけて人形に見立て、これを手で持って踊らせる、ソン人形と呼ばれる芸なども現れ、特に、元禄期。 1688年から1704年頃に流行し、村人形専用の樽も作られるようになった。江戸時代には全国各地に数百の酒造業者が存在し、それを支える酒樽職人は数多くが存在していたが、2013年時点で酒樽を扱う業者は全国で9社、樽作りのすべての工程をこなせる職人も10人程度とわずかになった。 損の側面にコモを巻きつけたコモダルと呼ばれる酒だるは、現代でも祝いの席などで鏡開きの際に用いられる。江戸時代に酒だるを海鮮で運んだ際に揺れによる損傷を防ぐために刈り取った真コの茎で巻いて保護したことから始まったと推測されている。より入手しやすい縄わらやポリプロピレンで代用されるようになった京においてもコモ損と呼ばれている。梱包材であるコモ、 藁らの表面には、識別や蔵元の宣伝のため、酒の銘柄が墨で描かれたり、焼き印で押されたりするようになり、明治時代には、多色削りも普及した。日本酒が瓶で売られるようになってからも、化粧ゴムは、祝い事や飲食店の雰囲気づくりのために作られ、続けている。コモ村ン作りは、かつて、稲川流域にあった水田で長くて、良質な稲藁取れ、 酒どこ所なだに近い兵庫県甘笠基市が大きな産地だった。現在も全国シェアの約8割を占め、岸本吉次商店で製造している。現存する世界最大の木だるは、ふんどうきんじ大分県にある。損と、おけは混同して用いられることもあるが、その違いは大きさや用途によるものではなく、鏡と称する蓋があるものが、損で、これがないものが、 桶と定義されている。ただし、修議桶のように特殊な形状の蓋がついた酒樽もある。また、日本酒の場合は、損だけでなく、桶にも杉が用いられている。最も酒樽に向く杉材は、奈良県、吉野地方で産出される、吉野杉とされており、甲付と呼ばれる表側が白いものが重宝される。甲付は杉材でも木の表皮の下にある、白田と、 中心部の赤身と呼ばれる部位の境目を使用するもので、白谷は爽やかな好機があり、赤身は濃密な味が付きやすくなると言われていが、一本の木から取れる量が限られているため、高付損はコストが高くつくという。高付損は清酒用、赤身損は清酒の香り付け用または醤油用などとして用いられる。現在、日本産の西洋損としては、 マルエス用損製作所や有明産業が製造している。また、焼酎も生意用損に詰めて熟成されることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。